はい、こんにちは、竹下敦です。いろいろね、誤解を招いているところもあるんですが、私の現状についてご説明したいと思います。私はですね、ADHD という、病気です。これは先天性のものもございますし、後天的に交通事故に遭った時に、さらに悪化いたしました。内容といたしましては、注意の欠如、多動症、年齢あるいは発達に不相応に不注意、落ち着きのなさ、衝動性の問題が生活や学業に影響を及ぼしており、その状態が6ヶ月以上継続していると定義されています。これはですね、基本的に国から、認められた、病気です、脳の発達障害ということなんですが、私がですね慶応義塾大学の、先生に、診断を受けましたところ、2つのテストがあるんですね。1つは一般的な IQ テスト、これはですね、一般よりもはるかに高い水準で、IQ の数値が出ます。しかしですね、問題となるのが、ほぼ記憶が3時間しか持たないんです。これはね、とても深刻な問題で、例えば大切な友達の名前、これは覚えております。ただお昼に何を食べたとかね、あとはあまり親しくないお友達の名前なんかは、これ残念ながら忘れてしまうんですね。でよく言われるんですが、そういうことは自分にもあるよ、それって病気じゃないんじゃないっていうふうにね、おっしゃられる方結構多いんですよ。でそれっていうのはね、ちょっと僕に対して失礼じゃないかなと僕は思います。国が認めたね、きちっとした病気なので、それに対して自分もそんなことはあるよ、だから君は病気じゃないよ、これはね、正直言って私をイラつかせる一つの原因でもございます。一時期はね、大変皆様にご迷惑をおかけいたしましたが、今慶応義塾大学の、現在助教授になるのかな、ちょっとお名前を控えさせていただきますが、その方に、見ていただいて、だいぶですね、改善の方向に向かっております。私に対してね、接するときに、それは病気じゃないよっていうのは、素人の方がおっしゃられるんでね、あくまでその慶応義塾大学の、その道のスペシャリストの方が、きちんとした診断書を書き、国にね、それを提出し、そしてきちっとした病気として、これは日本にまだ私の症例は数名しかいないそうです。そういった中でね、私のことをね、頭がおかしいとかね、そんなものはただ怠けてるだけだっていうふうにおっしゃられる方もいらっしゃるんですが、しかしね、幸いなことに私にはね、とても素晴らしい友人がおります。その友人たちはね、とても私のことを理解してくださっています。あちらの方冷蔵庫にね、忘れてはいけないことはね、メモ書きにして、貼っております。そうしないとね、自分が一体何をするべきなのか、どこにいくらお金を支払わなきゃいけないのか、これがね、分からなくなってしまうんです。映画がね、お好きな方はご覧になったことがあるかと思いますが、博士の愛した数式というね、寺脇さんが主演されて、深津絵里さんが、
あれは主演になる、主演は、ごめんなさいね、寺明さんで、深津絵里さんが、助演女優賞を取られたんじゃないかと思うんですが、まさにあの映画の通りなんです。皆さん信じられないかもしれないですが、ラジオコントロールカーの世界でね、活躍させていただいた時の私とはだいぶ異なります。徐々に回復には向かっているんですが、未だ記憶はやはり3時間しか持ちません。そのことでね、ご迷惑をおかけしている方に対してはお詫び申し上げます。しかしですね、安易に私のことをね、面白がっていろいろ言われますよ。覚醒剤中毒なんじゃないかとかね。しかしね、やましいことは一切ございません。現在ね、私が代表を務めさせていただいてます、ウーリーの方の、出荷が遅れております。これはね、現在オリンピックが始まったりしてね、そしてウイルスのワクチンなどの、接種に関して非常に流通が混乱しております。なので現時点ではね、出荷の方差し控えさせていただいております。8月に入りましたら、若干の落ち着きを見せると思われますので、お待ちいただいているね、販売店の皆様、そしてウーリーをね、とても愛してくださっている、ユーザーの皆様に、対して本当に深くお詫び申し上げます。順次ね、ご注文いただいている商品はお送りいたします。それではね、少しでもね、ADHD という、病気、先天性のものでございますに対してね、ご理解いただけると幸いでございます。一部ではね、9割が誤診であるというね、何の根拠もない、そういったね、反論をする医師の方もいらっしゃるんですが、これはもう科学的に証明されたね、脳の、つながっているところがね、ちょっと切れちゃってるような、そういった病気でございます。皆様にはね、ぜひ温かい目で見守ってくだされば幸いでございます。そして私のことをね、不愉快だと思って、いらっしゃる方はどうぞ私に近づかないでください。その方がね、お互いのためだと思います。私はね、これはね、嘘だって言われるかもしれないですけど、嫌いな人っていないんですよ。不思議なことにね、私昔は嫌いな人がいっぱいいました。しかしね、ADHD になってから本当に皆さんからたくさんのね、温かい励ましや、そしてね、いろんなサポートをいただきました。そしてね、正直ラジコンのドライバーとしては、下降線をたどっております。しかしながらね、ギター音楽の世界ではね、やっとお仕事がいただけるような状況になりました。本当にこれもね、幼少の頃から、私を厳しく鍛えてくださいましたレイ・アルフォンソ・ショーダ氏に、深く、感謝いたします。そしてね、ソニーエンターテインメント系列のね、私の、ギターを教えてくださっている加納治先生、そして、ボーカルのレッスンをしてくださっている、沢井真理子先生、そしてね、今の時点では、まだまだでございますが、ドラムのね、担当してくださっている先生、これ後日またね、お名前をいただいて、また紹介したいと思います。そんなことでね、私も徐々に、だんだんといろいろな経験を積み重ね、本日に至りました。今後ともね、ウーリー、そして、スタジオリバーサイド、そして写真の方では東京フォトグラフ、
それぞれの活動にね、邁進してまいりたいと思います。それでは、今後ともよろしくお願いいたします。竹下篤でした。